ミノタウロス・アイはアメリカ合衆国の使い捨て型ロケット。ミニットマン強ミサイル派生のロケットで小型衛星の打ち上げに使用される。オービタルサイエンシズが生産するミノタウロスシリーズの一つ。ミノタウロス・アイは体液となったミニットマンミサイルの1段目と2段目を利用し、3段目、4段画面にペガサスロケットのオリオン 50XL、オリオン38を使用している。 オプションとして5段目に、ハップスを使用することができ、高度 185km の低軌道に 580kg のペイロード能力がある。ミノタウロスアイは、今まで11回打ち上げられ、すべてが成功している。初の打ち上げは2000年1月27日、バンデンバーグ空軍基地、SLC-8 から行われた。2006年12月からは、 ワロップス等のチューブ大西洋地域宇宙基地パッド 0B からも打ち上げられている。発射台に設置された機体株を折っている黄色い部分は断熱カバーであり、ICBM から転用した1、2段ロケットはサイロ内で一定温度に維持される設計であったことから、屋外での使用に耐えられるよう温度を保持するために使われている。 2013年11月に打ち上げた11機目のミモタウロスアイではコストの削減と次世代の車上追跡システムの検証が行われ機体に搭載したシステムで自らの飛行位置を把握し予定の飛行機席から外れた場合は自動的に破壊を行うスマートな車上安全システムを搭載して試験が行われたこのような GPS 追尾システムを搭載したロケットは 2012年2月24日にアトラス V で初めて飛行した。ありがとうございます。